日本九州地方福岡県福岡市博多区、極所極所は日本の地名の一つであり、福岡県福岡市博多区の一地域で、福岡市博多区極所町、福岡市博多区城を五副町を合わせた地域を指す。福岡市博多区の北西部に位置、明治通り、元広通り、五笠川に囲まれた地区。現在の住所では、福岡市博多区極所町、 福岡市博多区を五福町を合わせた地域を指す。貝原駅圏の筑前国属風土記に記されている内容によると、昔、箱崎八万宮のお供え物を整えたので、国書という名がついたとされる。日本においては、神々に感謝、祈願指令を鎮めるため神社などに供物を捧げる習慣が古来から神道儀礼として定着しており、 とりわけ稲作中心の農耕文化であったため、気象条件により年によっては、強作となった。そこで、新米など、新しい五穀を備えてその年の収穫に感謝し、豊作を祈願する稲作儀礼が盛んに行われ、農耕に限らず、神社信仰においては、大量、安山、自賃祭、753参りなどは、もとより私的な祭事に至るまで、 日頃から供物を捧げて祈願する。神社などの儀礼施設に限らず、個人の居宅にも神棚を設けて、酒や闘病と共に新鮮と呼ばれる供物を捧げることにより、家内安全や奨福を祈願し、今日でもその伝統は残されている。その一端として、皇室で行われる新滑祭りや大城祭にもその儀礼が伝わっている。神社の穀物として、主に落願などがある。 国書は寺町と呼ばれるように寺院が集中している。そから貴重した英才禅寺によって開かれた小福寺は禅寺の中でも日本における大陸側窓口としての意味合いが特に強く寺には国際交流を行う上でのノウハウが次第に蓄積され現在の外交の基礎を構築したと言える。また日本に中国からお茶を持ち帰ったことでも有名であり、 日本のお茶文化の伝播に大いに貢献した。博多祇園山笠、発祥の地として有名な、上天寺は、聖一国師が解散した、またうどん、そば洋館、饅頭の製法を初めて、日本に伝え粉物食文化を広めたと言われており、上天寺境内には、うどんそば発祥の地と記された石碑が建っている。空海が唐から貴重後初めて建立された、東長寺には、 国の重要文化財の木造占時観論が収められているほか、木造座像としては、日本最大の大きさを誇る福岡大仏がある。ウイロウの起源と言われている、明楽寺元々は、鎌倉後期に薬として伝えたのが始まり、対外交渉の拠点の時期もあり、神谷宗丹、伊藤小左衛門など、博多交渉の墓があることでも有名。博多湾岸の沖の浜にあり、現在の場所へは、 藩主、黒田長政入場の際に移された。このように、大将を合わせて多くの寺院があり、外交の窓口として大使館や貿易基地として存在し博多の僧たちは、外交や貿易の仕事を任されていた。都市化が進む博多駅周辺や元広通り、周辺地域に対し、昔の佇まいが残っており、歴史、文化が生きる貴重で完成な地域として親しまれている。 国の重要無形民族文化財である、博多義鬼山笠の竜では、東流に属する。この地区には、博多義鬼山笠の起源とされる。また、博多鈍択の起源となった国の、選択無形民族文化財である、博多松林では、地後流を担当。2年ごとに清流と交代で当番を務め、市内各所で前屋を生やし、自由体を披露する。2010年に、 イギリスの情報誌モノクルは世界で最も暮らしやすい都市として上位25都市を発表。日本からは東京都が3位、福岡市が17位、京都府が20位に入っている。同市は住宅や教育事情のほか映画館の数、ビジネス参入のしやすさなど独自の基準で25都市を選定。1位はコッペンハーゲン、2位はミュンヘンだった。 欧州から計14都市が選ばれ、日本から選ばれた計3都市は、アメリカと並んで、国別では最多だった。また、グローバルな都市、ビジネスのしやすい都市などテーマ別でのランキングも発表。ショッピングでは、顧客のセンスのレベルが高く、食文化の質も高い。山や海に近く自然が豊かなどとして、福岡市博多区が1位に選ばれており、極小町も含まれている。 ありがとうございます。